クリーンです。今日はですね、高知県の越知町におります。ここはですね、独立球団高知ファイティングドッグスのホームグラウンドとなっています。今日はここにある選手が入団いたします。こちらです。どうも、高知ファイティングドッグスの折笠です。はい、というのはですね、嘘でございまして、今日はですね、高知ファイティングドッグスさんと2月24日に交流戦をするんですけども、その交流戦の前の日にですね、まあ一緒にね、練習させてもらうと。それでウェアを借りております。バッティング練習であったり守備練習をさせてもらいますので、その様子をご覧ください。さあ、これからですね、高知ファイティングドッグスさんの公式練習に参加します。じゃあ、おはようございます。ちょっと今日、事前にお伝えしている通り、まあ、東京から野球 YouTuber で、今クーニーとあと折笠くん、まあ、来て、ちょっと今日、まあ、練習にもところどころ入らせていただいたりいうことなので、ちょっとできる範囲で、協力の方お願いします。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。高知ファイティングドッグスの監督は巨人、横浜で2000本安打を達成した駒田さん。駒田さんが見守る中、全体ノックが始まりました。折笠はショートのポジションに入り、軽快にさばきます。またドッグスで9番を背負うのはショートの宇佐川選手。1番ショートとしてチームを引っ張る中心選手で、とにかく肩が強いんです。折笠、そして宇佐川選手の2人を中心に守備を見てみましょう。ノックの後はバッティング練習にも参加させていただきました。まずはバックネットで T 打撃。続いてマシン打ち。まっすぐとカーブの2種類を4分間打たせていただきました。その後は外野で守備練習。全体練習が終わった後は居残り特打もさせていただきました。非常に贅沢な気分となりました。ボール。あ、ボール。
練習終了後はホームタウン越智町の名所を案内していただきました。向かっているのは大樽の滝。山の気温がね、急に変わるのよ。全然あの下とね、温度が違う。確かにこれは写真撮りたくなるわ。飲めるらしい。全然冷水器よりうまいね。これもののけ姫の舞台って落ちちゃう、もしかして出るでしょ。完全にこの人工的な道というかは自然な道に、ね、より近くなってくると思う。こんな大自然はなかなかね、味わえないと思いますよ。いやもうほぼ忍者の道やね。これがめっちゃ合うんちゃう、この道。落差34メートルもある滝は圧巻で、紅葉シーズンには彩り鮮やかな風景も楽しめます。山に入ると気温がひんやりし、生活環境のない空間が非常に時間の流れをゆったり心も穏やかにしてくれました。その後はもう一つの名所、横倉山に向かいました。結構楽だ、結構楽だよ。千人、もうセディでーす。樹齢500年大先輩や。安徳天皇の移り住んだ伝説のある山には大木が。都会では味わえない雄大な風景を味わえました。まもなくですね、メンバーも到着するので広め市場の方で合流して待ちたいと思います。ここで他の風鈴図メンバーとも合流。高知の名産カツオのたたきやしらす丼をいただきました。いや絶対うまいな。いただきます。なんでフルームしたお前。冷たいからもするから。めっちゃうまい、これやばい。これめっちゃ美味しい。これみんな、ニンジャのベーコン食べてみて。ニンジャのベーコン美味しいから。食ったな。マイダリー1枚200円。これでもマジで1枚200円。5枚1000円。え、7000円だった。いや分かるわ、それ素材派やな。うまい。そうね、お前すごい箸の持ち方してんな。すげえ箸の持ち方してんな。ビジュアル系やん。箸の持ち方ビジュアル系やん。じゃあちょっと緑の方。あ、栃木では生えたことない。どんな味？なんかベーコンと魚の間が。薄いとかじゃない。ということで、がっつり野球をしながらも高知を満喫でき、非常に有意義な一日となりました。次回は交流戦前に行った野球教室や対決企画の様子をお届けします。お楽しみに。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。